っていうことですね、田村くん、はい、もうそろそろこれ、これ動画が流れる頃にはもう、なんかしつこいみたいな感じこれ終わるときはこうやって、なんだっけ、竿閉じじゃなくて、え、熱湯サメかっこいいっすね、はい、これもうすぐ出ます。 4D ネットです。ということで今日は、おはようございます、田村さん。どうでしょうか、日差し急に出てきたね。今日暑さ対策グッズやろうと思ったんだけど寒いんだよ寒くてできません。はい、もうちょっと暑くなったらやりますけど、今のところね寒いんすよ。でこれなんかおたふくの接触冷感&メッシュになってんの、これ穴開いてんのよ、すげえ効く。でこの上に空調効くとすごいらしいんだけど、寒くて着れないのね。で足もなんかエボっていうオタクのめっちゃ、これも寒くて今でグローブもやってるの、これも接触冷感でグローブで虫刺されもいいみたいなんで、一応これちょっと夏っぽくやってみました。はい、ということで今日はリバースポットハヤトさんです。1年ぶりぐらいですね、もうちょっと経ってる。はい、前回はスンネさんと来て、スンネさんが B バイブでボコボコ釣った感じなんですけど、一回営業ね、週休2日になったの知ってる？そう。で、今ちょっと確認してきたら、それ解消されてて、もう年中無休で昔のようになってるみたいです。はい。だから今日もね、夏といえば、ハヤトさんなんですよ。要は、川せき止めタイプなんです。ロケーション抜群だよね。ほんと。今日も平日なんですけど、めちゃ混んでます。はい、なのでちょっとね、釣り竿をね選んでやんないといろいろ映っちゃうんで、大変なんですけど頑張ってみたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日のタックルですが正式名称決まりました。 T60 ジュニア、タイプ MG ですね。 MG なんで、24mm、はい、グリップ 24mm になって、 T で中ブラで60ですね。6フィートのジュニアモデルになります。正式名称、はい、今日もこれでやってみたいと思います。ルアーは、プレミアム X 0.7、 全然売ってないやつ。最近聞かれるんだけど本当どこにも売ってないみたいですね。売ってないのに使って、もうすぐ出ます、4月中出ます、ちょっと待ってください。はい、の、ピンティですね。スネさんいないんで私が代わりにピンティ使います。田村くんはなんかこんな涼しいのに汗かいてます。はい、今日も虫に刺されないように頑張ります。で、リールはイージス、大好きなイージスでいきます。で、ちょっとね、でかいのも入ってるんで、ちょっと危険な香りがするので、今日も P でいきたいと思います。はい、じゃあ、1投目からいきたいと思います。ちょっと真ん中の辺にね、魚何匹か見えるんで、あれを取りに行きたいと思います。はい、じゃあいきます。追ってますね。追ってます。はい。あ、結構田村くんいるよ。言っちゃっていいのかどうかわかんないけど。うん。追っては、あ、来た。おお。さすが、ハヤトさん。もう休んでないよ、ハヤトさん。はい、4D ネット、好きな長さに伸びます。はい、でも 4D ネット いつぐらい、 これも7月中に、そうですね、はい、7月中旬、下旬頃に、はい、下旬ぐらいにはお店に並ぶということですね。はい、で今日はちょっと川崎のタイプ遠いんで、72センチのリリーサーの方でいきたいと思います。はい、ちょっと長めのガングリップでいきます。はい、じゃあ行きます。ちょっと流す感じですね。はい、今魚が溜まってるところにゆっくり勝手に流れていくんで、そこ流してる感じです。おい、はいはい田村君と俺だけ笑ってる、何かよくわからないけど、はい、
綺麗ですね、相変わらず隼人さん、相模漁業さんの魚。はい、夏はネット冷やしてくださいね。冷やして入れる。はい、プレミアム X 0.7 ピンティ頑張ってます。はい、あのね、ほんとこれいい。 T60 ジュニアタイプ MG、 これ今大好き。軽くて使いやすいんだよね、これめっちゃいいわ、ほんと。はい、じゃあ行きます。おい、はい、また魚が溜まってるとこ流します、流します、流します、流します。温泉、はい、でこれでボトムついたんでゆっくり巻いてきますね。はい、うわー、バイトった、うわ、乗せられなかった。ちょっと待って、今ちょっと手前を見てる、手前はまあ魚いないんで。はい、じゃあ行きます。表層シェイクで魚溜まってるところを流してきますね。今これ流してます。はい、バイトですね。いい感じ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。はい、来ましたね。撤収かな、この釣れちゃう釣れ具合はやばいかな。ボコボコっすね、ボコボコ釣れますね。はいはい、冷やしといての 4D ネット。やっぱさ、あの渓流タイプのさ、とこの魚ってさ、流れに頑張ってんじゃない。あ、じゃあちょっとそこに目の前に集団が5匹ぐらいいるんで、それ狙います。はいはい、そこ通しますね。来ました、来ました、よし。今ボトムですね、ボトムステイ後にすぐ来ました。やっぱり新鮮な魚狙うしかないかなって感じですかね。これもしょうがないね、もう渓流タイプのセオリーですね。はい、もうあんまり同じ釣り座にいないで移動して、違う魚狙うか、今みたいに、ここの釣り座にいても違う魚を狙う感じですかね。じゃあそこ行くか。はい、今魚が多いとこ投げてボトムステイ、釣れるところはちょっと分かったので、ちょっともう一回あそこ投げてますね。で、川崎止めタイプはバレるのはこれしょうがないです。浅いんですぐボトムに魚ついちゃうんでバレやすくなるん で、はい、じゃあ行きます。はい、行きます。今度もう一回誘って指定してみますね。でかいの来た、よし、でかいの来ちゃった、タムくん、でかいの来たよ。今のは、サイトですね、完全狙いました。これはちょっとドラグ締めて、でかいんで、あ、でかくもないか、そんなに。はい、ボトムにつかない。あ、これがタムくん、あれだな、これ虹くんじゃないんじゃない。あ、虹くんか。あ、でも太いね、でかいね、これ。はい、これ70センチぐらいあるんだよ、多分。1メーター20だね。はい、1メーター20。めっちゃいいとこ食ってますね。はい、すげえいいっすね。もう完全に隼人さん元に戻ってきたんじゃないですかね。すごいっすね。よし、面白い面白い。フリッピングやっぱ効果あるかもしれない。めっちゃフリッピングしといて、中層なんでめっちゃ、あ、来た、フリッピング中来た、フリッピング中来たよ。あ、でかい。本当はロット下げたいんだけど、あんまり下げるとボトムについちゃうんで水深がないんで、水水中の中をギリギリ通す感じですかね。はい、これは田村君今日一だね。でかい、おーし、これは40センチぐらいありますね。でかいっす。
はい、尾びれでかいね。田村君の口からスリムが出ると思わなかった。うん、しょうがないね。はい、表数、あ、フリッピング、中層フリッピング、中層フリッピング、ここから平行で食いやすいように中層をゆっくり行け。こんだけ追ってきてんだけどな。いた、よし来た。こっからがねバレやすいんで気をつけないと。はい、このサイズなんで結構バレやすいと思います。はい、はい、いきます。こっから流してみようか。ちょっと石のところから中層を。やっぱフリッピング入れないと中魚力がないよな。来てる来てる来てる。あー、やめた、通過してった。来てる来てる、よし乗った。あ、でかいでかいよ田村君。さっきのじゃないこれ、先のっぽい。あ、すごい個体だね。おー、きれい。おーしょいいね、これいい個体だね。これはいい個体だわ。